汗ですよ。通知来たのにやってなかった。あ、やっぱそんなの、あ、びっくりした。よかった。びっくりしちゃいました。おはようございます皆さん。アニアセヨグッドモーニング、スラマッパギースラマッパギー。私あと今は分かんないけど、あ、100回目ありがとうございます。照れ隠し。あと3人様でフォロワーさん1700人さん、わあ、ありがとうございます。ヌサンタラタグバライカリインドネシア。おお、ダメだ、全然わかんなかったあ、激収録、あれ減ってた、減ってた、やだやだ、恥ずかしい。あ、100回目ありがとうございます。そうで、ちょっと最近あるあるなんですけど、あれですね、あの1700人とか、あのぴったりのゾロ目みたいな感じになると、次見た次見た日に減りがちっていうのが私の中であって、ないですかそんなこと。あ、やった、1700、2000人いたー、うわーって言って、次ちょっと なんだろう、ちょっと見たら、あれ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 98、あれあれみたいな、あれあれなのかな、みんな、私だけじゃなくて、あ、フォロー、え、フォローありがとうございます、ありがとうございます。あ、よくあるんだ、よかった、私だけかと思ってた。いや、あのなんかすごくちょっと一瞬不安になるっていうかそうだ、誕生日おめでとうございます、おめでとうございます。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear あなた、Happy birthday to you、 おめでとうございます。ひなさんおめでとう、あ、じゃあひなさんじゃなくて、あなたもあなたおめでとうございます。何歳やおめでとうございます、おめでとうございます。そう、ひらもさん、ひらもちかさん、オリンピックメンバー選ばれましたね。俺明日誕生日、 おめでとうございます、フライングおめでとうございます。ね、今日の朝新聞、ママが、あ、ひろ選手オリンピック出ることになったよって言って、え、招集か、うわ、なんか嬉しいですね、やっぱり新潟のチームの方、イエーイって感じ。
か早いですね、オリンピックとなんだっけ、オリンピックとワールドカップでなんかさ4年ごとだけど、4年ごとが2個あるから2年ごとみたいな感じ。4年って考えると長いけど意外とそんなことないです。ワイルドカップワイルドだ、ワイルドだぜ、ワイルドだろ、スギちゃん。なんだっけ、私何喋るとしてたんだっけ、なんだっけな。あ、そう、私昨日夢を見ました。何の夢か覚えてないけど、なんだっけ、昨日夢見て今日は奇跡的な出会いがありそうな予感。え、会えますか、なんだっけ、私出てきたかもしれない。なんだっけ、なんかもう起きた時点で何の夢か忘れちゃったんだけど、なんだっけ、いや、ちょっと久しぶりに夢見た感じ、多分。そうですね、皆さんとの夢かな、多分覚えてないけど多分そうでしたね。最近ユータの夢を見なくて凹んで、見ろーユータの夢、いや出てこーい、うわー今日出てくるかな。 DMM 最前の人が劇場の最前並んでたのか最前ちょっとよくわかんないけど、 DMM 最前の人が劇場の最前並んで今日出てきそう。みんな今日ユアの夢見て、みんな同じ夢見ちゃう。なんだっけ、でもよくあるのが DMM のあの赤席の方たちって DMM にちょっと映るじゃないですか、最初の部分。それで、あ、何々さんいるって見るのがちょっと私の中でハマってて、ユタンツンデレだから夢に出てきてくれない、そんなことないのに、私ならいくらでも皆さんの夢にお邪魔するのに。あ、こんにちは、あ、こんにちは、あ、こんにちは、なのに、え、自分映ってるってなりませんか。なんかその意外とわかるんですよ、後ろ姿しか映ってないけど、おー、いらっしゃるって思って、ネパスなんで映ってますね。あ、フォローありがとうございます、おはようございます。だから、あ、おーって思ってフォローしました、ありがとうございますありがとうございます。4列目の頭まで映る、あ、そうなんですね、すごい詳しい、あ、ほら、ありがとうございます。今日行くかな、赤席で表裏のうちは振っていて、某メンバーに怒られたことはいい思い出。すごい、そっか、うちは見えるのか、赤席は当たりません、当たりますように、すいません、定期なんで、あ、です今の言い方ちょっと私の理科の先生に似てる。あ、そう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 、なんか質問ある方いらっしゃる。あ、そう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 、めっちゃ言うんですよこれ。あ、そうそうそう、あの質問ある方っていう時にこうやって上がんないから、質問ある方いらっしゃる。あ、そう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 、
全然大丈夫です、全然どっちでもいいんですけどね、あって言って、あれ前も話しましたっけ、これ柔道部の顧問で一応めっちゃ優しい感じ、なんかほんわかした先生なんですよ、なのに柔道部の顧問っていう結構かわいい感じ、なんかそうそう、あ、全然もう時期終わっちゃった人はまあ、あの片付けちゃっていいので、はいはいはい片付けていいんだありがとうございますとか思って、生徒に投げ飛ばされそうな、いやでもなんか見た目は結構投げ飛ばしそうな感じでもあるっちゃあるんですけど、あ、100回もありがとうございます、そういうほんわかキャラが切られると手がつけられない、あーでも先生が怒ってるとこ見たことないかも、優しい、ずっと先生見てるね、そうです、他の先生も誰だろう、国語の先生のもの、はい、じゃあ今日5問漢字ぶりんところを始めます、はい、今日がしまって、はい、今日どこ、はい、4ページの5番から、 OKOKOK、 はい、いきますよ、1番手本、羽しっかりやってね、この学校羽厳しいからっていうっていうのが私の国語の先生、似てるって何て言ったらなあの羽めっちゃ言う先生、あ、ほらありがとうございます、ありがとうございます、あとなんだろうな、うーん、社会の先生あるあるで、あの社会の先生はめっちゃ声がでかいっていう、どの先生にも当てはまってて、あのみんな声がでかいんですよ、社会の先生、はい、それでは授業始めます、はい、起立、よしよし、社会はあの色の隣の教室からあの声が聞こえてくるんですよ、私の学校だけかな、めっちゃ声でかくて何の探検してるか分かっちゃうんですよ、あ、なんか、あ、なんか出てきた、後醍醐天皇出てきたなみたいな感じ、だから採用基準に声量があるのかも、あるのかもしれないです、めっちゃ暗い美術の先生が夏休み明けにめっちゃ明るくなってて面白かった、うん、何があったんですかね、夏休みの間になんかすごくどこ行ったんだろうね、でも面白そう、나는너의팬이다、私はあなたのファンです、 Thank you、 나는なんだっけ、キッポよだっけ、東京駅の新幹線ホームにゆあちゃんのお宅が歩いてる、え、なおですか、え、待って、めっちゃ面白い、え、すごい、え、合ってる、え、すごいいいですね、劇場以外でも会えるんだ、プロ野球の日本ハムにタミヤ・ユア・ホシュって選手がいるんだけど今人気で、すごい、ユアさん、すごい、なんか同じユアとして嬉しい、先生シリーズ他にありますか、うん、目的一番いいじゃんすごい面白い、すごいですね、劇場以外でも分かるって、仲良しだ、誰だろう、
学は時間になったので、キレのいいところで自習終わってください。はい、あ、数学係り後で紙集めといて。はい、以上です。各自解散してください。キレのいいところでっていう感じ。キレのいいところでめっちゃ使う。はい、各自キレのいいところで。高橋8年後に教育実習に行ってたりして。え、教育実習か、私先生なる。ゆうたんの受付間に合うように早起きっすね、遠征民。わー、ありがとうございます。お疲れ様でございます。ゆうたん落語いけるんだよ。え、一時期やってましたよ落語。なんだっけなんだっけな、ジュゲムジュゲムと、なんだっけ、十円そばだっけ、なんだっけな、いや落語全然違う、普通になんて言うんですか、ただただママが CD 借りてきてくれて、それで聞くのが好きでっていう。小学校の時なんかやったか。ちなみにわし物理の教員免許なら持って。すごい、物理教えてくださる。物理、電流って物理ですか。時そばだ、時そば、時そば、すごい。多分年末の学校のお宝発見の番組。え、すごい、何何なんだろう、すごい。時そばか。え、時そば、時そば、なんだっけ、なんだっけ、はい、十両、ひいふみよいつむななや、なんだっけ、なんだっけ、二両足りませんぜ、おう、ひいふみよいつむななや、あ、あ、そうだ、みたいな。うわ、なんだっけ、全然、めっちゃ忘れちゃった。今何の気だいって、おお、そうだ、あ、それ、あ、すごい、あ、待って、ちょっと思い出した。それ、ずっとなんか繰り返して、なんかめっちゃ儲かってくみたいな。何の気、あー、すごい。もう一回聞きたいな、なんか今何時でいい、おー、なんか私ちっちゃい時に、なんだっけ、あ、なんだっけ、なんかクマの、え、なんだっけ、おこもりクマ、え、なんだっけ、おこもり、なんだっけ、お話しクマみたいな、なんかこれぐらい、これとこれで顔と体ぐらいの、お話をしてくれるクマがいて、私がちっちゃい時に持ってて、どこの子かわかんないんですけど、あ、まんじゅう声はしてます。あ、おりこクマちゃんだ、ありがとう、そうそうそう、ママおりこくまちゃんだ、そう、え、あれってなんかそんな、え、ポピュラーなやつなんだ、ちょっとなんかおりこくまちゃんっていうクマ、なんていうんだろう、ロボットなのかな、がいて、そのクマがボタンとか押すと、お話をしてくれて、なんかまんじゅう怖い、あるところに一人の男がいましたみたいな感じの、 ER 算数ウーローチパーチュー、すごい、 ER 算数、 ER 算数つって、すごい、いろんな言葉を、そう、そのクマちゃん、そう、お利口なんです、お利口やちゃん、あ、いい子だった私、そう、そのクマがお話してくれて、
それ聞くの楽しかったですね。寝る前にあの聞くんですよ。なんかあんまり有名じゃない話とかもうその中に入ってて、それ聞くと面白い。なんか桃太郎とかは結構有名じゃないですか。でもなんかなんだっけ、なんかもっと知らないようなやつとかありましたね。初見です。わー、ありがとうございます。おはようございます。高島優愛です。そうでしたね。でもその子壊れちゃってもうなんだっけ、いなくなっちゃった。モーダルうまいよね。うまいですね。クマ、うん、がおーって泣くって知ってた、うん、泣くシクシクがおは、あ、そういうことがおーってこと知ってましたよ。がおなんだっけ、なんかの鳴き声、コアラの鳴き声だっけ、がなんかちょっと怖いみたいな。コアラの鳴き声ってあんまイメージないから、ググったらオリコクマタンってのがいました。え、ありますか、茶色のちょっとつるっとしたプラスチックみたいな感じの、いました。あの、そう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 、コアラ、あ、違う、これパンダ、ユタの顔みたい。遠近法、あ、すごい、いや、顔こんな、これし、これ、これしかない。あ、ちっちゃい、何センチだろう、10センチぐらいかな。 DD を見つけた時の鳴き声は、ドゥ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 、同じ名前じゃないですか、たかし、たかし、私たかしって言うんですよ。想像と違った。え、なんだろう、リリリリリリ、うちはうちは青い、リリリリ、あ、看板いっぱい、看板いっぱい、わかんない、わかんないです。はい、あ、ほら、ありがとうございます。すいません、なんかちょっとよくDD の特徴はうちは多いのと、なんだろう、受付誰でも嬉しいのと、はるちゅんさんとぽきさんに画を伝授してもらってください。はい、教えていただきます、教えてください。今日の受付20分交代、今日、そうですね、そうです、20分交代、すごい、そこまで知るようになった。自分 DD じゃないので連呼されても悲しくないです。あ、泣いてる、絵文字が泣いてる、泣いてる、え、あ、Wait a minute, please.
よいしょよいしょよいしょ、何があると思いますか。あ、ホロありがとうございます。よいしょ、なんとじゃじゃーん、重い、重いです、非常に非常に重いです。うわー、痛い痛い痛い、うおうちも冷蔵庫にある、一緒だ面白いよな、ありがとうございますありがとうございます。あ、昨日食べた、一緒だ、たかしが2人、どっちどっち、いや、やっぱりそう大きいからてか配信つけたら薄いかどうした、あ、そっか、びっくりですよね。あ、いや、今も私今出したんです、皮ごと食べる派、ちょっとそれカブトムシさんにあげようかな、すごいです、でっかい、え、でも本当に本当に多分、あ、でもそんな違くないのちょっと気まずいな、スイカ割りする、へえ、どうしよう、でもなんか全部いただきたいな、最高、海行こう、行きますか、遠近法、遠近法 NGT ツアーでスイカ割りしてた思い、そうなんですね、すごい、受付でスイカお願いします、スタッフさんに頼む、スタッフさんになんかスイカとかってサッカーボールじゃない、サッカーボールだとちょっと負けちゃうかも、多分、え、ギリ負けない、ギリ 5号球とかだったら勝てる、小屋に見えるようにスイカ用意して、全然全然、いや違う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 、 そんなことないですよ、韓国でスイカ、スバク、おお、スバク、スバクが、あ、なのスバクル超愛よ、スイカに欲しい、だってよ、あんた私から、私が悲しいの分かる、美味しいからいいけど、なかなか重い、これ何キロなんだろう、なん結構でかいんですよ、最高すぎる、こっから何ヶ月だ、1ヶ月ぐらいはスイカには困りませんね幸せ、わからん、これはーって割っちゃうね、見て48、ポテトです今、ああ、本当だ、48と1 48、ありがとうございます、ではではでは、団長読みをさせていただきます。あ、誰もありがとうございます、もしありがとうございます。塩かける派、私そんな塩かけないけど、でもひいじいちゃん家行った時、あ、違う、おじいちゃん家行った時に塩かけるって言われてかけてみたら意外と美味しかった、なんか思ったよりは美味しくて、あ、塩もありだなって思いました。でも普段は何もかけずに食べるか、塩で食べる人がいたら、いや、もう便乗して塩で食べる、塩対応やめて、ふりふりかな、あ、今日は私のうちわが見れるのかな、見れるのかな、今日はうちわ何枚だろうか、スイカ食べたくなってきた
一緒に食べましょう。半4分の1ぐらいなら全然すみませんね、半分私がちょっと食べたいので。あ、今日は仕事です。あ、そうだ、あ、頑張ってください。ビタウチャージさせます。やった、配信にもレス映ってる。嬉しいです。 DMM の前でうちを出そうか。お、見えるかもしれない。投資でこれ見える、見えるぞ。磯のスイカ割りしよう。野球昼夜行くよ。やった、ありがとうございます。嬉しい。受付ここ来て、来てくだ、会えるかな。全然頑張ってない、ありがとうございます。ちょっとね、今日はちょっと今日はおほほって感じなんで。はい、じゃあ壇上見させていただきます。OK、 いきます。13位、阿部ポキさん、ありがとうございます。12位、ミミレイパパさん、ありがとうございます。11位、マーチさん、ありがとうございます。10位、ケロちゃんさん、ありがとうございます。9位、ともじいシャリジョーチュンさん、ありがとうございます。8位、なほこちゃん、ありがとうございます。7位、なち0617さん、ありがとうございます。ちょっと待って、どうしよう。13位、あ、違ったこっちか。13位、アルシーさん、ありがとうございます。12位、キャロちゃんさん、ありがとうございます。11位、ともじいしゃりじょうちゅんさん、ありがとうございます。10位、なほこちゃん、ありがとうございます。9位、なち0617さん、ありがとうございます。8位、ロエディシさん、ありがとうございます。7位、ケータンのカレーさん、ありがとうございます。6位、埼玉のおじいちゃんさん、ありがとうございます。5位、フォワードカズさん、ありがとうございます。4位、ミミレイパパさん、ありがとうございます。3位、デケ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 、じゃん、ヨシさん、ありがとうございます。2位、デケ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 、じゃん、お嬢さん、ありがとうございます。1位は、デケ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 、じゃん、みーさん、ありがとうございます。面白い女、ありがとうございます、ありがとうございます。감사합니다、감사합니다、はい、グッドモーニングフロムインドネシア、はい、いやー、ありがとうございます。ゆうたんキャッチフレーさん、やろうか、お願いします。はい、私は誰、 You are Yes, I'm you are、 ありがとうございます。ユニコーンに乗って新潟から世界を羽ばたきます。新潟県出身、最年少14歳のゆうたんこと高島優愛です。よろしくお願いします。ゆうたんが一番かわいいよ、たかしが一番かわいいよ。これ今ピーってなってますか。あ、違う、たかしが斜め目にかわいい。あれ待って、上がった、あれなんか上がった、え、あ、13番目だったのに、イエーイ、7番目の女、ありがとうございます。シータカが一番元気だ、ありがとうございます。ユアビームセブンかな、ありがとうございます。あ、また後で、やった、ありがとうございました、バイバーイ。